ナンバーアンダーラインアイのボンが炸裂エレクトロニックサウンドの魅力を「エムステ」で体感テレビ朝日系の「ミュージックステーション」が特別な3時間半スペシャルを迎えるというニュースが広がったその特別番組には人気アーティストたちが一堂に会し視聴者を魅了するパフォーマンスが披露される予定だスノーマンは「君は僕のモノナンバーアンダーラインアイはボン・とアイスはダイブと「ヒア r e i エムの2曲をテレビ初披露する これだけでも、音楽ファンにとって待ちきれないイベントだが、さらに多くの驚きが用意されている。例えば、シーナリンゴと新しい学校のリーダーズのコラボレーションが予定されており、この一夜限りのスペシャルステージがどう展開されるのか期待が高まる。また、ディズニースペシャルステージでは、劇団四季のありのままでやゴスペラーズのサークル・オブ・ライフなど、名曲の数々が披露される予定だ。日本の音楽シーンは多様で、常に進化を遂げている。 SnowMan の君は僕のものは、その一例として注目されている。彼らはジャニーズ事務所に所属するアイドルグループであり、そのダンスパフォーマンスと歌唱力で多くのファンを魅了している。この楽曲は、彼らの持つエネルギーと繊細な感情表現を兼ね備えた作品であり、今回のステージでもその魅力を存分に発揮することだろう。一方、No. Underline I のボンは、エレクトロニックなサウンドとキャッチーなメロディーが特徴の楽曲だ。 彼らの斬新な音楽スタイルは、若者を中心に大きな支持を受けており、その独自性が今回のステージでも際立つことが予想される。また、トワイスのダイブとヒアーアイエムは、彼女たちの多彩な音楽性を示す楽曲だ。特にダイブは、彼女たちの元気で明るいイメージを強調する楽曲であり、ヒアーアイエムは、彼女たちの成長と成熟を感じさせるバラードとなっている。 これらの楽曲が初めてテレビで披露されることは、ファンにとって非常に嬉しいサプライズだ。シーナリンゴと新しい学校のリーダーズのコラボレーションも、見逃せないハイライトの一つだ。シーナリンゴは、その独特の音楽スタイルと個性的なパフォーマンスで知られており、新しい学校のリーダーズは、若々しいエネルギーと革新的なアプローチで注目を集めている。この二つの異なるスタイルが融合することで、どのような化学反応が生まれるのか、 非常に興味深い。ディズニースペシャルステージも多くの視聴者が楽しみにしているセグメントだ。劇団式のありのままでアナと雪の女王よりや、ゴスペラーズのサークル・オブ・ライフ・ライオン・キングよりは、それぞれの作品の持つ魅力を最大限に引き出すパフォーマンスとなることだろう。また、大野雄大、花村壮太、ダ c シイの A ホール・ニュー・ワールド・アラジンよりや、 中川翔子×解放宝直人の「輝く未来等の上のラプンツェル」よりも観客を感動させるビシーデュエットが期待されるこの特別な3時間半スペシャルはただの音楽番組にとどまらず視聴者にとっての大きなイベントであり日本の音楽文化の多様性と深さを改めて感じさせる機会となるだろう特に若い世代のアーティストが次々と登場し新しい音楽の可能性を探求する姿は 今後の音楽シーンの未来を示唆している。さらに、音楽の力がどれほど人々に影響を与えるかを改めて実感させるのが、このような特別番組の魅力だ。音楽は、言葉を超えて人々の心に直接訴えかける力を持っている。今回の番組でも、アーティストたちが一生懸命に紡ぎ出すメロディーと歌詞が、視聴者一人一人の心に響き渡ることだろう。また、このような特別番組は、 アーティストにとっても大きな挑戦と成長の機会だ。新しいパフォーマンスやコラボレーションを通じて、彼ら自身が新たな一面を発見し、さらなる高みを目指すきっかけとなる。視聴者としても、その成長の瞬間を共に感じることができるのは、とても特別な体験だ。今回のミュージックステーション3時間半スペシャルは、そんな音楽の力とアーティストの情熱が溢れる場となるだろう。視聴者は、 ただ楽しむだけでなく、そこから何かを感じ取り、自分自身の生活にも新たなエネルギーを取り入れることができるに違いない。音楽が持つ無限の可能性を改めて感じさせるこの特別な夜をぜひお見逃しなく。最後に、このような大型音楽番組がもたらす影響についても触れておきたい。特に、若い世代にとっては、 憧れのアーティストたちが一堂に会することで、自分たちも何か大きな夢に向かって挑戦したいという気持ちが芽生えることが多い。音楽が持つ影響力は計り知れず、それが社会全体にポジティブな波及効果をもたらすことは間違いない。音楽を通じて感じる感動や喜びが、日々の生活の中でのモチベーションとなり、新しいチャレンジを後押しする力となる。このように、音楽はただの娯楽にとどまらず、人々の心をつなぎ、 社会に希望と活力をもたらす大切な存在だ。ミュージックステーションの特別番組がそのことを改めて証明し、多くの人々にとって忘れられない夜となることを願ってやまない。視聴者の皆さんがこの特別な夜を存分に楽しみ、心に響く素晴らしい音楽体験を共有できることを祈っている。次に注目すべきは、この特別番組に出演する他のアーティストたちだ。 新しい学校のリーダーズが披露するチェンジは、彼らの革新的な音楽スタイルと力強いメッセージを含んだ楽曲であり、視聴者に新たなインスピレーションを与えることだろう。また、打ち首国問同好会のブンブン水分は、そのユニークなバンド名からもわかるように、エネルギッシュで個性的なパフォーマンスが期待される。 奥生の愛のためにとサスライは彼の長いキャリアと豊かな音楽経験を反映した名曲でありその深い歌詞とメロディーが視聴者の心に深く響くことだろう思いの丈の幾億光年や三代目 J ソウルブラザーズのブレイズも彼らの多様な音楽性と情熱的なパフォーマンスが見どころとなるまたジュニア・サマステライブによるモットーは若手アーティストたちのフレッシュなエネルギーと将来の可能性を感じさせる楽曲だ 彼らが一生懸命に練り上げたパフォーマンスは、視聴者に元気と希望を届けること間違いなしだ。大 c e の I Wonder The First Take Ver. は、彼らの持つ繊細な歌声と美しいハーモニーが際立つバージョンであり、視聴者に感動を与えることだろう。また、都市が視聴者が選ぶ昭和平成ソングハードロックアレンジ3択でどの曲を披露するのかも興味深いポイントだ。彼の圧倒的なボーカルパフォーマンスは、 どの曲をを選んでも視聴者を魅了することだろうトモーのスーパーボールやニュースのジャパニュース増田隆久ニュース×清美医者が視聴者が選ぶデュエット3択でどの曲を選ぶのかも見逃せないユリのパフォーマンスやユズの伏線回収と夏色も彼らの独特な音楽スタイルと深いメッセージを感じさせる楽曲であり視聴者に強い印象を残すことだろうディズニー SP ステージでは 劇団四季による「ありのままでアナと雪の女王」よりが披露されその美しい舞台演出と感動的な歌声が視聴者をディズニーの魔法の世界へと誘うまたゴスペラーズによる「サークル・オブ・ライフ・ライオン・キング」よりは彼らの卓越したアカペラ技術と深いハーモニーが際立つパフォーマンスとなることだろう大野雄大・花村颯太大 CE による「A ホールニューワールド・アラジン」よりは 二人の美しいディエットがこの名曲に新たな命を吹き込む。また、中川翔子と解放な音による輝く未来等の上のラプンツェルよりは、二人の強い表現力と感情豊かな歌声が視聴者を感動させること間違いなしだ。このように、多くのアーティストが参加するミュージックステーション3時間半スペシャルは、日本の音楽シーンの多様性と深さを示す絶好の機会だ。 それぞれのアーティストが持つ独自のスタイルと個性が融合し、新たな音楽体験を視聴者に提供する。音楽が持つ力は、単にエンターテインメントとしての価値だけではない。それは、人々の心を癒し、困難な時期に希望を与え、そして新たなインスピレーションを提供する力を持っている。この特別番組を通じて、 多くの視聴者が音楽の持つその力を再認識し、自分自身の生活においても新たなエネルギーを得ることができるだろう。